はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィシです。今回プレイしていくのは信長の野望創造パープキットで、プレイアブル大名は伊達政宗の続きをプレイしていきたいと思います。前回までにですね、北条、そして上杉、さらには前田といった大名家を潰してきました。で、現在の勢力図こんな感じですね。九州の島津は中国地方に進出しようとしていると。その兵力総勢13万ということで、こちらの毛利を圧迫しています。さらに、四国の長宗我部、そして、羽柴ですね、秀吉、総勢25万という大兵力の秀吉。さらに、残り1ヶ月の同盟期間を残している徳川、次の標的はこの家康になります。そして我らが伊達もその総兵力数は25万ということで、まずはこの家康を飲み込んで、秀吉との対決、秀吉と対決して大阪城、二条御所、この辺りを押さえたらですね、征夷大将軍になって、すぐ総武事令を出して、島津この辺りを抑え込んでクリアを目指したいと思います。というわけで今回はですね、主に徳川攻めをプレイしていきたいと思います。早速始めていきましょう。ご命令ください。さあ、これで、いよいよですね、家康と開戦できる状態になったと思いますので、進行作戦をやっていきましょう。出陣する。腕が鳴るぜ。はこの小田原城の防備を固めておきますか。まずはこの小田原が攻められる可能性が一番高いですからね。さあ、これでどうなるか。我が戦お見せしましょう。出陣します。出陣する。表情を始めましょう。報告いたします。で、もちろん各軍団の攻略目標ですね、家康に集中させましょう。我が戦お見せしましょう。出陣します。敵将誤爆しました。で、秀吉と同盟が結べるようになったという状態になったので、速攻で秀吉と同盟結んじゃいました。それでは参りましょうか。敵将誤爆した。まずは初戦は伊達が有利に運んでますね。敵将捕らえたり。敵将捕獲しました。お、何かイベントが起きるか。あ、蒲生氏郷ですね。近江に生まれ、やがて信長に仕えた。信長はその器量を大いに見込み、自らの娘を与えるほどに厚遇したと。戦時には常に先陣を切る優勝であり、平時には茶の湯に通じる文化人であり、諸将配下の人望を厚く、天下も狙える武将であると言われていた。だが、その氏郷は若くして病に倒れたということですね。なぜだ。なぜ我が命がこうも早く尽きるというのだ。天下を得る際もその待望も私にはあった。ただ、その気だけが得られなかった。信長様、お笑いください。惨めな私を。限りあれば、不可ねど、花は散るものを。ということで、蒲生氏郷、死亡ですね。さあ、蒲生氏郷の後は、秀行が大名になったようです。
まあ、それは置いといて、こちらは家康攻めです。まあ任せといて大丈夫かなという感じはするんですけどね。いろんな方面から家康領を侵攻していってるんで。どうした、かかってきな。この戦我らの勝ちだ。ご命令ください、報告いたします。もうこの辺りは本当に見ているだけで良さそうですけどね。我が策、戦場を制す。圧倒的な兵力差、そして、いろんな方向から攻められるっていうのもかなり有利な状況をね、対戦する前、戦を始める前に有利な状況を作っておいたというのが、前半戦、対徳川戦線の前半戦を優位に進めている要因ですね。出陣します。我が領内に敵が迫っております。ただ小諸城に敵14,500か。で、小諸城っていうのがどこかという話なんですけど、ここかな、違うな、富士吉田、小田原、あー、ここか。ここに14,500、家康の主力と思っていいですね。我らに打てぬ敵はありません。力を合わせよ、さすれば勝つ、逃がしゃしないぜ。家康の主力と思われる部隊が来るわけだな。敵を捕らえたり。ただ抑えられそうな感じはしますけどね。真田正幸、鳥居元忠、まあかなり優秀な武将がやっぱり揃ってる印象はありますけど、それでもやっぱり物量で言ったら圧倒的にこちらが優勢なはずなんで、このまま AI に任せて家康領を蹂躙させましょう。敵将を捕らえた。出陣するぞ。敵将誤爆した。逃げたければ逃げなさい。やっぱり圧倒的に有利な状況を作っておいたっていうのが功を奏して、ほぼ何もしないでも順調に家康領を進行してますね。まさかここまで順調に進むとは思わなかったな。敵将捕らえたり。秀吉との同盟期間が切れたようなので、再び秀吉と同盟を結んでおきましょう。で、さらに軍団ですね、新設しときますか。まあ、この辺りももうほぼほぼ任せちゃっていいかなっていう感じはしますけどね。軍団だけ作って、あとはもう命令は勝手にやってくれと。よし、これでいいでしょう。各地で激戦ですけどね。我が戦、お見せしましょう。我らに撃てぬ敵はありません。駿府城も攻めて捕らえました。お、
これで征夷大将軍のイベントが始まりそうですね。片倉小十郎ですか。今や我らの領土は広く、その名を知らぬ者がございませんと。あと5個ほど領国を広げて天下に号令ということですね。なのであと5個し国を取って、かつ2条5章取れば征夷大将軍になれそうな感じです。秀吉が今攻められてるのか、どこが攻められてるのか。敵を捕らえたり、敵将捕らえました。敵将捕獲しました。出陣します。もうすごい勢いで領地が広がってるな。え、もう家康こんだけしかないの。半分近く攻めたんじゃないか家康の。半分は言い過ぎか。でも家康の兵数6万5000は約半減してますね。もう一方伊達は32万と激増してる。いやー、これはすごい勢いで領土が広がっている。ほぼ何もする必要がない。というわけでこの家康侵攻作戦はちょっと早送りでお届けした方がいいかもしれないですね。というわけでちょっとねこの徳川領を侵攻し終わるまでは早送りでお届けしたいと思います。というわけでちょっとここまで早送りでお送りしてしきましたけども、家康もう少しで滅ぼせそうなので、ここからまた普通にね実況の方を再開していきたいと思います。残る家康の城今攻めてますが、この清須、名古屋、そして、この刈谷ですね。そして、もうすぐ落ちそうですけど、ここにもう一つ城があるというところで、残りの城5つですね、落としていきたいと思います。で、すでにですね、ちょっと早送りでお届けしている間に、秀吉死んでます。で、橋場家のですね、現在の当主は秀頼が務めているという状況ですね。なのでこの家康を滅ぼした後はいよいよ最終段階、
秀吉攻め、元い羽柴攻めですね、をやっていくことになると思います。で、もうちょっとで家康を倒せるので、そしたら軍団を再編成していきたいと思いますが、ちょっとね、まずはこのまま進めていきましょう。出陣するぞ。我が王の城、包囲されました。この戦、我らの勝ちだ。これは誰だ。捕獲した。うわ、秀頼の部隊か、これは。出陣する。ご命令ください。報告いたします。そうなるとちょっと気持ち早いけど、どうかな。もう残る徳川の城はこの名古屋と2つだけですね。さっさと落としてほしいな、小牧山城。力を合わせ、よし、小牧山落としたんで、我らの戦、そしたらお見せいたす。最後出陣するぞ。名古屋城を落として家康を滅ぼしちゃいましょう。始めるぞ。ご命令ください。報告いたします。どうかな、このターンで終わるかな。政宗本体を出すまでもないとは思うんですけどね。やっぱり秀頼というか、まあ秀吉の遺産で、秀頼の大名もかなりの兵力持ってますからね。34万、伊達50万ありますけど、まあそうは言ってもね、関東方面に、いや、中部方面に差し向けられる兵力はやっぱり秀吉の方が多いですからね。城が多い分。後藤又兵衛か、これ5000も兵引いてんのか。これ退けるのは大変だな。そしたらですね、ちょっと遠征をして政宗本体を引っ張り出しましょう。9200、これをね、名古屋に差し向ければケリがつくと思いますんで。後藤又兵衛クラスが5000の兵力率いてると、ちょっとね、こっちの雑魚兵だと話にならない。我が軍力、お見せしよう。我らの戦、お見せいたす。出陣する。城が取り囲まれました。我が王の城、そして向こうがかなり反抗作戦繰り広げてきてるな。秀吉が、いや、秀頼がか。我らの戦、お見せいたす。これでなんとかね、家康を滅ぼして秀頼討伐していきたいと思うんですが、どうかな。報告いたします。最後のこの名古屋城がいつ落ちるか。このターンで落としてほしいけど、結構な部隊を破壊してきてるからな。戦を制す。敵将、捕らえたり。行場を始めましょう。報告いたします。助立ちします。加勢いたします。いざ戦へ。ここは貴様らの地獄よ。敵将、よし、名古屋落とした。ティレフセ、これが独眼流の戦。これで、徳川家を滅ぼしましたね。と思ったか。というわけで、ちょっとだいぶ長くなってしまいましたけども、今回この徳川を滅ぼして一旦終わりにさせていただきたいと思います。次回はですね、いよいよクリアに向けてということで、対羽柴戦線ですね、
お届けしていきたいと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただいた方ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。